はい、じゃあ。はい、じゃあね、ガレージバンドで、ジャグリングとかね、ダンスとか、そういうのの、BGM を音楽を大体、後ろでかける人が多いと思うんですけれども、その編集方法っていうのを、簡易的なものになりますが、ちょっとずつやっていこうかなと思います。で、一番、機能もそれなりに揃ってて、やりやすいし、みんな持ってるだろうなってことで、ガレージバンドを今回は使って、 Mac 版のね、ガレージバンドを使っていきますが、基本的にはどのソフトでもできますし、もっとやりたい人はハイエンドなフラグシップモデルを買っていただければできます。フリーのものでもある程度できますが、今回はガレージバンドでやっていきます。というわけで、まずはガレージバンドをですね、立ち上げていきます。で、今回はですね、基本的な概念のみをやっていきたいと思うんですけども、これは Empty プロジェクトをクリックします。クリックじゃない、選びます。そうするとこういう画面が出るんですけれども、トラックタイプというのがね、ありまして、そうですね、今回音楽編集なので、基本的にはこのオーディオのこのマイクのね、やつを選んでもらえればいいと思います。ちょっとインプットはなしとよくて、まずはトラック。で、これがトラックというものですね。はい、トラックというものなんですけれども、これモノラルになっちゃってるので、ここでですね、ステレオモノラル切り替えることができます。そして、音をですね、こうやって、音源ファイルをドラッグ&ドロップすることで音楽を取り込むことができますね。そして再生ボタン、スタートボタン、ここにもありますが、スペースボタンでも再生することができます。このようにですね、著作権とかはね、各自で守ってください。基本的にはね、音楽編集する時点でよくないんですけれども、著作権フリーの曲とかね、クリエイティブコモンズとか、いろいろありますから、今はそういうのを使っていただくのが一番僕はいいと思いますけれども、いろいろ著作権問題とかは各自で処理してください。はい、で、ここまで音源を読み込むということができましたが、音源というのは何個でも読み込めるんですが、実際に音楽編集するときは、大体自分の場合ですけれども、こうやって音源を何個もこうやって読み込んでおきますね。実際やるときの話ですけれども。というわけで、何が言いたいかっていうと、このトラックってものは基本的にはたくさん読み込めるよということですね。そしてこれはレイヤー構造といいまして、大概のね、フォトショップとかそういうものは上の方が上に来るみたいなのがあるんですけども、この音楽に関してはそれはなくて、ただ並んでるだけで同時に全部流れますよという感じですね。なので、ちょっとこれ、2つ消して、もうすごい気持ち悪いとは思うんですが、何がいいかな。違う曲をこうやって載せて、ちょっと音爆発しちゃうのでちょっと下げますけども、ね、こういうふうにどっちが前とかはないですよね。上とか、同時に音が流れます。はい、ということは覚えておいてください。そして、今回はですね、ガレージバンドの基本ということで、ガレージバンドで何ができるのかっていう話をしたいんですけれども、他にですね、ガレージバンドには便利なのとして、便利なのというか、今回使うものとしてですけれども、この右上のここをクリック、もしくは、キーボードの O ですね、をクリックすると、このループというものが出現します。で、このループが出現すると、これちょっと音を消しておきますが、これを、クリックすると、このようにですね、ここで音量調整できますね。ね、こういうふうに、ループ音源というものがすでに入っています。詳しいことはね、また今回言ってもしょうがないので、これだけでも死ぬほど時間かけれるので、って言えるんですけど、このインストゥルメントのところをクリックして、こういうふうにたくさん出てきますが、ドラムをクリックすることで全部がドラムの音になります。要するにたくさん無限みたいにある中から音を絞り出せるということですね。はい、音絞り出せ、絞り出せる、なんだ、さ、相当できるわけですね。よくあるフリ音、動画とかで聞いたようなフリ音源とかっていうのもこの中に存在や、よくしてますね。
なんかすごく有名なので言うと、この辺のジングルあたりからこういうのを選んでいくと、なんか多分すごく聞いたことあるようなのがニュースね、これとか聞いたことありそうな曲ですね。まあこれはあの波形音源というもので、これもループ音源として登録されてるんですけれども、こういうふうに、ループ音源というものがあって、これを使っていくことで、より便利にね、まあ、こういうのがあるよってことを覚えておいてください。はい、そしてテンポを合わせるっていうことを次にします。まあ、iPhone のアプリとかで BPM を測るものがあるので、 BPM っていうのはビートパーミニッツなんで、要するに、まあ、音楽の速さですよね。要するに音楽の速さなんですけれども、120だったら1分間120回拍が打たれるよということなんですけれども、1,2,3,4,5,6,7,8 というこの、1,2,3,4,1,2,3,4 でもまあ何でも16まで数えてもいいですけれども、このスピードのことなんですが、これは編集する上で割と分かると便利になるので、もし分かるのであれば、このガレージバンド上でね、設定できます。ちょっと一回音消しますけれども、このメトロノームの音っていうのがありまして、今、カチッ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 とね、なってますね。で、これに音が合ってるかどうか、まあ、結論から言うとですね、この音楽自体 120bpm なのでぴったり合っちゃうんですけれども、確認してみましょう。このね、クリックのピコプチプチプチっていう音と、合ってますね。まあ、BPM というものがあってですね、それに、合わせると、あとの音楽編集がやりやすいです。で、これ、まあ、たまたま120だったんですけれども、違う音でやってみましょうか。例えばこの音源を使ってみたいと思います。これはちょっとここで、クリックすると、このスピーカーマークみたいなやつね、スピーカーに横棒、斜め棒が入ってるやつ、これをやるとクリックするとミュートって出てますけど、音が消えますね。要するに邪魔な時は消してやりたいと。で、逆にこのソロっていう方をクリックすると、この音だけが再生されます。たくさんある中のね、はい、今はミュートでこっちだけ、ちょっと再生したいんですけれども、この曲、はい、明らかにクリックメトロノームの音とはずれてますね。で、一つコツがあるのですが、このね、オプションと、なんだ、スライドでこういう風に拡大できるんですが、上のやつ、120bpm のやつを見てもらうと分かるんですけども、この例えば2度か 1.、この1、2、3、4と来る中のここが全部ぴったり合ってますよね。ね、拡大するとこの辺がぴったりとこう合ってますよね。ここはぴったり、この上の線と波形が。要するにこれは 120bpm で合ってるってことなんですけども、下を見ると合ってないですよね。この辺とかがずれてますよね、明らかに。このでもっと言うと、狙って当てたいのはこの2度かのとこですね。点なんとかではなく、こういう2度かのところで完全にずれてしまっているので、これはもう完全に bpm が違います。なので聞きながら決めていきましょう。明らかにもうこれだけ分かりますけど、音楽の方が早いですよね。ってことはもっと bpm が早いということなので、上げていきます。試し140ぐらいしてみましょうか。もう一回聞いてみましょう。ちょっと近くなりましたけど、まだまだですね。もっと上げてみましょう。160とかにしてみましょうか。もうこの160の時点でもまだずれてますよね、この辺がね。ちょっと聞いてみます。でも一応聞いてみましょう。だいぶ近くなってきましたが、まだまだずれてますね。というわけで170ぐらいしてみましょう。で、170にすると、もうだいぶ近いですよね、ここが。もう合ってますよね、ほぼ合ってますよね。このライン、このラインで合ってますよね。波形がね。聞いてみます。というわけで、この曲の BPM は170です。アプリとかでもあるので、ね、調べ方いろいろあります。で、クラシックとかはもうこういう音楽ない、こういう概念がそもそも存在しないので、見つけるのは難しいですから、やんなくていいんですけど、できるならば、例えばこういう
テクノ系の、ね、エレクトロな音楽とかはほぼ BPM は1曲中変わらないので、合わせられると、まあ後々編集でミスをしにくくなりますし、やりやすいです、何かな。次エフェクトですね。エフェクトの話、これもすごく難しいんですけれども、あ、じゃあここで、1回目は終わりたいと思います。で次はですね、その基本的概念の2番目なんですけど、2項目になると思うんですけども、あのエフェクトの話ですね。エフェクトが使えるガレージバンドなんですけれども、どういうふうにエフェクトを使っていくのかということをやっていきます。